皆様ごきげんよう、誉れあずさです。誉れの間、本日もご覧くださりありがとうございます。まずは私のお知らせからさせていただきます。5月17日にライブに出演いたします。会場は池袋エンタメ横丁、時間は18時半オープンです。そして二階健さんの写真展、赤いろうそくと人魚で使用された館内 BGM 赤いろうそくと人魚のオリジナル CD を現在ネットで販売しています。詳細は東京ボーダレス TV のサイト、または SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。それでは本日のゲストさんにご登場していただきたいと思います。本日のゲストさんは映画監督の田中春奈さんです。田中春奈です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回私は田中さんの映画を5つ見させていただきました。全部もうとてつもなく素敵な作品で和の心を感じました。じゃあ本日は、そんな田中さんに4つの質問をしていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず1つ目、ルーツについて、映画監督になられたルーツについてお話ししていただけますか。はい、まだ私短編映画しか撮っていないので、なかなかまだお映画監督という肩書きにこそばゆい感じがするんですけれどもそうですね、きっかけはもともと大学生の時に映画サークルみたいなのをやっていて、ただその時は仕事にできるとは思っていなくて、その後一旦こう普通に就職をしたんですけれども、でその後やっぱりなんか違う気がする、なんかやりたかった気がすると思って、再び社会人になってから映画を作り始めて、それがニューシネマワークショップというところに週一で同じような境遇の、社会人だったり学生だったりが集まって映画を初めて作る人たちが集まるようなところなんですけど、そこでまあやり方を覚えて作り始めたっていう、はい、流れですね。何かこの作品というか監督に憧れてとかっていうのはあったりしますか。そうですね、好きな監督はいろいろいるのですが、なんかそれなんか好きな映画とかと作る映画のなんかテイストとかもしかしたら違うかもしれない、なんかそれっぽく作りたいっていう感じではないかもしれないです。ありがとうございます、はい、では2つ目にいきたいと思います、はいはい、こだわり、作品のこだわりについてお話しください。はい、こだわり難しいですね今回5作品ありまして、それぞれ軽く触れてみると、はい、古い順にお伝えすると「生き写し」という作品はセリフに一番こだわったかなっていうところがあって、声に出してみて気持ちいいセリフとかを役者さんに言ってもらいたいなっていう気持ちがあって。時代劇というか、こう現代ではあまり言わないようなセリフとか、ちょっとそれは何だろう、甘すぎるとかかっこつけすぎるみたいなことをその時代設定なら言ってもいいみたいな、ちょっとこう枷が外れるかなっていうところがあって、ちょっと振り切ったような言葉を喋ってもらってるっていうところが、はい、あります。そうですね、抜け殻はちょっと生き写しのちょっと反動があって逆に生き写しはセリフにすごく力を入れた反面に、抜け殻は映像になんかちょっと集中しようかなっていうところがあって、はい、なのでセリフは極力少なく、映像の中で見てよく見てるとなんかニュアンスが伝わるとか、こうフレームの外で何かが起こってるかもしれないとか、そんな感じになるように作りました。そうですね、ちょっとまとめて2つやると、シャルウィーラブユーと甘露はワンシーンワンカットの作品なんですけど、その2つはもともとワンシーンワンカットでやるぞっていうところからスタートしていて、面白いですね、はいはい、なのでそのワンシーンワンカットの中でやるとしたら、甘露は最初もうキャストさんが決まった状態で脚本家が始めて、この人たちだったら
ちょっともともとこの2人仲いいから兄弟役にしようとか、ちょっとそういう感じで脚本を書いていったりだとか、シャルイ・ラブユーに関しては私の母校で実際通ってた、そうですね、はい、女子校で撮ったんですけど、その時の私が実際に着てた制服を もらって、で今もう驚愕になっちゃっていて、もうちょっと制服も変わったりしてて、ちょっと何でしょう、昔を思い出しながら、はい、撮ったような映画になります。で幸福の装置に関してはそもそも何だろう、普通の映画っていうよりかはこう朗読映画みたいな感じになっていて、そこがこう何だろう、見て実際のシーンと、まあ、劇映画とは違ってこう一致していないというか、あの起こってることを、まあ、モノローグのようなセリフのような言葉で読んでいただいてるっていうところで、ちょっと通常とは違う作り方で。いう作品です。珍しいですよね、この初めて映像でこういうことをやってみました。はい、全部すごく面白かったです。ありがとうございます。やっぱりこう私がいいなって思ったのは、はい、セリフとかこの映像の流れとかが小説的っていうか、はい、すごく美しく流れていくような感じがして、ありがとうございます。そうですね、生き写しなんかは特に、はい、あの小説っぽい映画を撮ろうっていうのをちょっと裏テーマにしたりしていたので、あのそうですね、そんな感じが出てたら嬉しい。奥深いこう太宰さんみたいなこうちょっと暗めのトーン、うん、そうですね、ちょっと一昔前の言い回しとか設定世界観みたいなところが出てたら、はい、嬉しいです。なんか全体的に日本のこの情景だったり、うん、このレトロなそのセットを使ってたりしたので、はい、何かこう愛着があるんですか？そうですね、もともと古いものが好きで、はい、生き写しも、まあ、そういう何でしょう、洋間ではありますけどアンティークのものが揃っているような場所に、はい、まあ、あの椿が住んでいるという、まあ、設定で、で抜け殻も和傘が結構、素敵でした、はい、あの印象的に、はい、で私もこの和傘を出す話を書きたいみたいなっていう、はい、っていうなんかそういう、はい、ところから書いた部分もあったりして、はい、でこうちょっと古い民家だったりとか、うんうん、あとはちょっともう錆びれたタバコ屋さんだとか、うん、そういうちょっと、まあ、自分の好きな、はい、風景とかの中でお芝居してほしいなっていう設定は結構話の中に入ってきてて、そうですね、甘露なんかもこれは私の実家の駄菓子元の駄菓子屋なんですけど、はい、そうだったんですか、はい、実際にこの設定のようなことがあの私の祖母がやっていた、うん、あのお菓子屋さん、元お菓子屋さんも祖母が亡くなって取り壊さなきゃねって話をしていて、ちょっと取り壊す前に撮りたいって言って撮った映画だったりします。なんかこの太鼓感っていうかちょっと懐かしい感じがまた温かみがあってすごく素敵だなって思いました。ありがとうございます、はい、じゃあ3つ目の質問に行かせていただきます、はい、心安らぐ場所、集中できる空間。難しいですね、心安らぐ場所と集中できる空間って別かな。心安らぐ場所ですか、そうですね、私もどっちかっていうと今言ったように古いものが好きなので、割と木がある場所とか、あとは水がきれいな場所とかはすごく好きで、私大学の時民族学をやってたんですけど、なんかこう普通に運動するのはあんまり好きじゃないんですよ走ったりするのとかはあんまり好きじゃないんですけど、あの山の上にあのもう一人このあの一人しかやってないなんか祭りやってるよって言われてたら仕方ない登るかっていう、はい、気持ちになるような人間で、そういうなんかこうなくなりそうなものとか、うん、そういったものとかがある場所に行きたいなとか、なんか最後に残す手段として映画があったりするといいなとか、なんかそのことを思ったりしているので、なんか
そういう場所っていうのは私にとってすごく落ち着く場所。本当はなんか息写しの中でもその自然っていうかボタン、あ違う、椿、椿がこう、はいはい、ソンって落ちるシーンがあって、はい、すごくこう儚げな感じと、この落ちる時は一瞬、なんかなくなるとか時は一瞬なんだっていう、この、はいはい、トスってなんか刺さるものがあって、そのしかも赤の、その視覚的な刺激もすごくドキッてしました。あ、そうですね、結構この息写しは色味もこう暗い青っぽいこうちょっと月光みたいな光の中で、その中で赤がポッて映えるようにちょっと、はい、色味も、まあ、撮影グレーディングやってくれた岡田さんとかがちょっと調整してくれたので、そういうところが出てると、ね、唇も美しくて、ね、唇の動きが結構もともと息写しも朗読で最初やろうとしていたところがあったので、口元の綺麗さとかは結構おこだわりが、はい、あります。そうなんですね、はい、じゃあ最後に今後挑戦したいことをお願いします。はい、そうですね、短編今回5作品の上映なんですけど、長編をそろそろ撮りたいなって思っていて、次長編が撮れたらいいなと思っておりますので、あのその際はぜひ皆様あの応援お願いいたします。すごく楽しみです。ありがとうございます。じゃあ告知を最後にお願いします。はい、はい、こちら息写し、息写し抜け殻、シャルウィーラブユー、甘露、あと幸福な装置の5作品を揃えました、幸福な装置田中春奈監督特集上映の方が、こちら2024年5月18日土曜日から24日の金曜日、1週間の限定レイトショーという形で池袋シネマロサにて公開の予定です。ぜひあの足を運んでいただけたら嬉しいです。私とキャスト等であの舞台挨拶なんかも予定しておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では本日の配信はここまでにさせていただきたいと思います。改めまして本日のゲストさんは映画監督の田中春奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ一緒にお願いします。はい。せーの、ホンマレノは、バイバイ。東京ボーダーレス TV。